はい、ビッグゲームのねサブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もねありがとうございます。今回はステラ 18000HG ですね。こちらにもともと巻いてあったんですよ、糸が新品で。ただ、巻いてもらったお店さんの巻き方が下手くそでふかふかだったので、ちょっとテンション入れ直して巻いてもらえますかってことで依頼を受けました。やります。もちろん有料です。こちらですね。こちらの糸をもう一回巻いていきます。これ何号なんですか？6号が 300m の計算ですね、おそらく。でこれをですねテンションガチガチでいきたいと思います。もうねさっき、巻いてあったねリールこうやってこう触ったらねふこふこふこってちょっとねこう柔らかいんですよね。もうありえませんからねマジで。世の中のね量販店の皆さん、ちゃんとテンショナーを買ってください。会社でね買ってもらってください、テンショナーね。それでは巻き始めます、はい、ということでですね早速、巻きます。これねナイロンね下巻き入ってます。ここの上から、先ほどのね P ですね、オレンジ色の P を結びます。で、ユニノットですね、電車結び、電車結び3回入れて、清水さんがいたらちょっと奥に行っちゃいますかね。行くと思います多分。でもねそれぐらいでちょうどいいと思いますね。リーダーも太いし、結構ね結構ここつらつらだと最終的にやっぱ糸切っていかなきゃいけないんで、必ず火でね溶かしてますここね。こういう感じですね。よし、これで、巻いていきましょう。あ、18000ボディが大きいから楽かもしれない。すごい楽かもしれない。っていうかテンション入ってないかもしれない。いやテンション入ってる、ちょっと待って、テンション入ってるんだけどすごい回るんだけど。よし、こう。あ、やっぱりリールが大きいから力があるんだこのリール。やっぱマグロには18000ですね。もうこのリールのこの大きさがやっぱり一番安定感があるような気がします。映ってないね。これもやっぱですね、ちょっと手が痛い。これちょっと手が痛いですね、このノブね。これもやっぱり変えていかなきゃいけませんね、後々ね。ちょっともうちょっとこれダメ、いけてないですねこれ。このフットボールのもうああいうこうキラキラ光ってるこうチタンカラーのやつとかがやっぱりいいですね。いらっしゃいませ、こんにちは。うちで結局ラインを巻くと何らかんないって文句つけられてハンドルノブ交換させられる。そう、それがもうセットなので、糸を巻いてもらいに来るお客様その辺心して来てくださいね。容赦なく行きますからね。全然違いますよ。P ね、 P 量販店 P ポとも言うかな。で最後の終わりがとポ丸々とダメですね、あそこの目は。全然ふかふかです。ポ丸々とのスタッフの方、ちゃんと巻いてください。結局、ビッグゲームでやり直しですね。糸がもったいないですから、ちゃんとテンショナーを使ってしっかりですね一発で決めるようにしてください。
あのくれぐれもねブラックバスの、ナイロンラインをね巻いてるんじゃないので、あの濡れた雑巾とかですね、あとは重りね、重りを上から乗っけてガラ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 巻いてるようじゃね、あの P ラインはテンション入らないんでやめてくださいね。すごいあっち側ふかふかになってる。大きな力がかかったみたいですね。昨日行ってきた。昨日もダメだったんです。ゼロです。ゼロですよ、ね。クレです。そうだからさっきこっち来る前に、はい、電話して日曜日に楽入れようとしたら、うん、すいません。マジですか。じゃあ相当あれですね。クレがもう根こそぎ巻かれたのかなやっぱり。出ない。さすがはもう出ない。しばらく。先週うちの仲間が行って10本ちょい上げて、うん、もうクーラーに入りきらずに、うん、一応つって周りに飛ばすからね、うん、ってことあれですね、近所のスーパー見てあの千葉県産のカツオが並んでたらそれが正体ってことですね。間違いない。これかここにいたかお前たちとか言いながらスーパー行ってたってよしよしよし終わりです、終わりました。完璧じゃないですかマジで。もう息も切れてるけどカチカチですよ、カチカチです。ほら完璧です。ちょっと触ってみてください、もう全然違うから。もうカチカチです。引っ込みもしなければカチカチです、カチカチですよ。これぐらいテンションになきゃダメなわけですね。これですということですね、とりあえずこれまたよりよりでね撮りましょうね。だおもりとかちょっとありえないですね。だからこれを使ってでテンションをかけて、さらにこれを使ってテンションをかけていくっていう、そこは最低ラインなので、だからあの糸の上に重り乗っけてガラ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 やってるとかっていうのはもうありえないですね。それ昭和昭和の頃のあのダクロンラインとかの話です。 P ラインじゃなくて、だからもう根本的にカチカチのラインだ。そうそうそう、だからあのもう指でこうやって爪でやってもう引っ込まないぐらいまでカチカチやらないと、だからこうやって指でやって結構緩いなっていう、さっき触ってもらったぐらいのこれぐらいのテンションかかってないと、魚かかったらもう大体糸がザッて食い込んでってもう全部タガ切れですからね、マジで。だからこの動画を見てるお客様ですね、見てますか、ぜひですね悔い改めて巻き直してください。マジで釣りにならないですよ、相当ね、相当緩いです。結構いろんなお店さんとかで巻かれて糸入れ替えてくれっつって持ってくるお客さんいっぱいいるんですけど、だいたいちゃんと巻けてる状態のリール持ってくる人少ないです。で下巻きをこうやってバーって上糸に抜くと下巻きがもう波打っちゃってるんですよ、ふかふかの状態で上巻きしてるからもう下巻きが潰れちゃって何これっていう状態のやつすごく多いですね。でこれどこでやってもらったのっていうと、あそこの量販店ですって言ってるんですけど、もう根本的にダメですから、だからちゃんとね巻かなきゃダメですね。よろしいでしょうか。よろしいです、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、完成しました。そうなんですか。あ、そうなんです、ね、そうなんですね。やっぱ我々の普通というのは普通じゃないんですね、やっぱりね。なるほど、かなりねいい感じに、ね、入りました。もうここのね金色の部分が見えないぐらいまでね、これ結構ね上に来たんですけどテンション入れ直したんで、かなりですねちょっと下がりました。ただねショックリーダー130ポンドぐらいが入っていくので、これぐらいのね感じでいいと思います。あんまりね上まで巻いても結局捨てることになりますからね。でこのノブですね、これ結構問題あるんで、いいノブに変えましょうね。この辺おすすめです、 TB1 でチタンのノブ、絶妙に合いますんでね、次来た時はね全部フル交換でいきましょうね、はい、でちなみに
カード何でも使えますから、はい、ね、ペイペイも。で今現金持ってなくてもやれますんで、そういうことでね、行きましょうね。はい、ということで、次の動画も楽しみに、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、次のリールでお会いしましょう。さよなら。